ヤハーズカミキリウラエチャバイマキアラタトムソンはカミキリムシ科の昆虫の一つ。全身が赤葛色の細身のカミキリムシで全身に一体の斜めになった濃い斑紋がある。細長い体格のカミキリムシで体長は12.5から24.0ミ、mm、リメートル。体色は赤葛色から暗葛色で一般的に新鮮な個体ほど赤みが強い。これは 元々の体色は黒で、その表面に赤葛色の炎の毛を密生しているためである。灰色や黄色の細かな毛に全身が覆われており、全子の中央から後方にかけて斜めに流れる形の一体の反紋があり、そこにビロード状に茶褐色の炎の毛が密生している。全胸の側面には鋭く尖った棘状の突起がある。触角の長さは個体差が大きいが、 オスでは体長の2.3から2.7倍に達し、第5節の端で前肢の端を越える。メスではずっと短くて体長の2倍に足りず、第6節の中ほどでやっと前肢の端を越える。前肢の基部には下流が密生している。前肢の先端、畳むと後ろの外側の端になる部分はその外側の角が鋭く市場に突き出してやや内側に曲がっている。 成虫の出現時期は6から8月で、平地から山地まで見られるが、平地、特に沿海地で、個体数が多い。新しい枯れ葉や枯れ枝によく集まり、昼間は枯れ葉の丸まった中に潜んでいることが多い。またそのような枯れ葉を、成虫は食べる。幼虫は、菓子類やヌルデなど、紅葉樹の枯れ枝、それも、比較的細いものに潜り込んで材を食べる。8日の際には、 サナギ室の両端を切断し、その高校に繊維状の木くずを詰める習性がある。種としての分布は、朝鮮半島と日本で、日本では、本州、四国、九州と、周辺近縁の当初、伊豆諸島、壱岐、津島、五島列島、大隅半島、男女群島に分布する。地域による変異が見られ、このうち男女群島のものを別足としている。 本種の属するヤハズカミキリ属には13種が知られ、スマトラ、アッサム、トンキン、中国、台湾から日本まで分布し、そのうち日本産は3種ある。本種はほぼ背面に見られる前足の褐色の反紋で区別できるが、地域によってはやや曖昧になる。本種は上記のように男女群島のものをアッシュ男女ヤハズカミキリサブスプ、ブレベコーニスマキハラ。 1980として区別する。触角がやや短く、全子先端の市場突起がより強く内側に向くなどの違いがある。以下、主として、大林、新里編長、P596、林田編長、P108、林田編長、P108、林田編長、P108 以下、主として、大林、新里編長、P596 鈴木、 P62 大林新里編長 P596 以下大林新里編長 P596 以上大林新里編長 P596 ありがとうございます